私がここでやるはずびっくりですけどね。だって社長はロッテミラージュのコースにできますよね。いや、先ほどちょっと急に言われて、今まで練習もしてませんでしたからね。そうでしょうね。でも恐れ入りますが、あの社長で会社でやってたらおかしいですよ、ね。会社でさ、みんなやらなきゃいけなくなりますからね。では、大変恐れ入りますが、CM で君、かっこよくポーズを決めてらっしゃいました唐沢さん、ホトカリアさん、マスコ社長にポーズを教えていただけますでしょうか。ホトカリアに頼んで。はい、よろしくお願いいたします。やっぱり、3大ポイントが一番大事なので、この3ポイント、忘れずに。それを乗ってに合わせて、高くする。で、ミラージュでこう、目の横に。腰もポイントなので、すいません、自分が合わせて、クイックイッと、はい、そこまでちゃんと教えろって誰に言われたんですか。すいません、元谷さん、手は左手で、左手でお願いいたします。はい、原さん、まあ、だから乗っての時に手を挙げるんですね、3枚目で、ミラージュ横に、はい、腰はもう多分、結構あの難しいね、なんか思うようになってきた下半身が体重はもうあの自分の移動したい方にもう移動させてください。上げるときはもう右なんですけどね。ごめん。乗って、ミラージュ。左手。十分でございます。大丈夫です。どうせやるならやっちまいましょう。そうですよ。もう思い切って。もう恥ずかしくなるんじゃないかな。はい。ではですね、せっかくですから、唐沢さん、元谷さん、ちょっと前に出ていただきまして、では元気よく。コンパクトって言ったら乗ってミラージュってやりました。いいですか社長、もうやんなきゃいけないですか。頑張ります。はい、大丈夫、もう頑張りましょう。はい、行きましょう。行きますよ。お願いいたします。低年期低学コンパクト乗ってミラージュ。いただけるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、社長、本当にお願いします。はい、まさかマスコ店長と一緒にミラージュポーズを決めることができるなんて思ってなかったんです。すごい今日は光栄です。ありがとうございます。このポーズを筆頭にですね、ミラージュが日本の、いや、世界のたくさんの方に愛されるように私も応援したいと思います。皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆様も、ロッテミラージュというポーズを決めていただきたいと思います。はい、本日はミラージュの CM にご出演いただきました、唐沢俊明